ことやるには、お金と時間が増えることから先にやった方がいいです、絶対。学習もそうです。だってお金と時間が絶対全部ノブトルネックになってますよ、大体がね。まあ細かく言えば、ね、いろいろあると思うんですけども、基本的には何か何か諦めるっていうのはお金と時間がないから諦めるってこと多いじゃないですか。ってことは先にお金と時間が増えることから頑張った方がいいんですよ。だから僕先に、ね、あの売上げ売れる仕組みの方を勉強したりとかタスク管理勉強したりとかそっちの方をずっとやってたんですよ。まあ最初の方はネットショップだったんで、それこそ仕組み化のね、できる分野が多かったんで、それこそ毎日もう1時間見つけてはもうずっと仕組み化入れて1時間かけて5分の短縮してたんですよ。5分短縮するために1時間の努力をしてたんですよ。これどうなってるか分かります？あのね、1日何分ですか？1日1140分かな、多分そうですよ。間違ってたらごめんなさい。多分こんな感じです。で、440分ぐらいは多分寝てると思うんですよ。寝てたりご飯食べたりとか生活で使ってると思うんですよ。で、1000分が1日です。だいたい活動してるね。じゃあ毎日5分短縮する仕組み化を導入したらどうなるか、どうなります？5分、200日後には仕事がゼロになります。0分5分短縮って意味わかります？そのもうこれ以上やらなくていい。例えば僕はあの Excel のマクロとかを1時間かけて作るんですよ。僕マクロ全然知らないんで、それこそ調べてきて、で手作りでやっと作って、でボタン一つ押せばなんか5分ぐらいの作業がなんか勝手に自動的に処理してくれるっていうのを作るんですよ。そしたら5分、うん、もうこれ以上やらなくていいわけじゃないですか。なんで5分毎日生まれるんですよ、時間が。っていうふうにして毎日5分時間が生まれることをずっと積み重ねるんですよ。そしたら200日後には仕事がなくなっちゃうんですよ。まあ極端な話だけどなくなることはないと思いますけども、でもかなり手放れてきます。僕すごい細かい単位でやってたんですよ。例えばあのポストのチラシとかも結構膨大に来るんで面倒くさくなったんですよ。で、チラシ不要ってシール貼れば15日ぐらい下がるんですよ、チラシが。そうするとチラシを毎日このなんか選別して1分間とか2分間がなくなるんですよ。もうこれ以上その作業しなくていいってことになるんですよ。とか外注が使ったりとかね、そういうふうにして自分の時間をとにかく作るためにその 2,3 分をどう積み重ねて増やしていくかを言うんですよ。だからあのこれやったらまた毎日やらなきゃいけないっていうことをゼロにするって感じなんですよ。でチラシも毎日やるわけじゃないですか。で3日に1回とかね、1週間に1回とか絶対こうチラシも選別するわけじゃないですか。それがもう一生10分の1以下の作業で済むとかね、マクロとかもね、なんか毎日5分ぐらいちょっとこう細かくカチカチやったのをやるとか、なんかテンプレート作るとかね、なんかそういうふうにしてとにかく時間を下がることを先にやってました。あとお金増えることも、まあ、これお金増えることは売り上げ上げる方の話なんですけども、こういうふうにして時間とお金を先にどうやったら増え続けていくかっていう仕組みの先に作ろうと思ったんですよ。だから正直ね、5分の作業だから5分やった方が早いんですよ。それ1時間わざわざいろいろで、あのマクロ作ったりこう手ぶらでそのでチラシ人身なの作ったりする方が面倒くさいんですよ、正直。でもそれね、なんか、うん、10分でも20分でも、ね、1時間かけてでもやれば、あこれで毎日5分なんか浮いたみたいなっていう風に積み重ねてます。そしたら1年後結構だいぶこうネットショップの方の作業はほとんどなくなって、でじゃあコンサルやろうみたいな新しいビジネスをやり始めたんですよ。でコンサルの方もね、またそれもなんか忙しくなりすぎたらちょっと改善してっていうのをちょっと繰り返してて微調整しながら、で空いた時間でまた新規のちょっと新しいことをやり始めたりとかね、でやってます。これでも結構夢がある話じゃないですか。毎日5分200日ぐらいゼロなんですよ、物理的に。僕も基本的にあの怠け者なんで、あの怠けるためになったらどんな努力もするみたいな、そんなタイプなんですよ。というわけでね、まあ、それが優先順位っていうことで、結局お金と時間が増えることから学んだ方が早いです、物事っていうのは。だってあのもう同日お金の時間って一生つきまとってくるものだからね。で逆にね、順番間違えると行き詰まることも多いです、どういった自分から、学んでいくかとか仕組みをしていくかっていうんですよね。なんで、後に使えるものを先にやるんですよね、この
一回やったらもう一回やらなきゃいけないってことはどちらかというと後回しにしてて、ちょっと一回やったらあとはもうずっと継続的に増えていくものっていうのが考えてる。